ネマニャ・ブチチェビッチは、セルビア・ベオグラード出身のサッカー選手。ポジションは、攻撃的ミッドフィールダーを、おもとする。7歳の時にサッカーを始め、地元 FK ラド・ベオグラードの下部組織へ入団。1996年にラドを離れ、プロサッカークラブを模索するが、なかなか契約に至らず、1998年になって、スルプスカリーガの FK グラフィチャル・ベオグラードに加入。 プロキャリアをスタートさせた。グラフィチャルで実績を積み、2000年よりプルバリーガのローク・ベオグラードに加入。U-21 セルビア代表にも選出された。2001年にはロシア BC ディビジョンの FC ローコモティフ・モスクワに移籍し、リーグ優勝と UEFA チャンピオンズリーグの出場を経験した。2003年に再びローク・ベオグラードに戻り、2004年、 ドイツツバイテリーガの TSV1860、ミュンヘンへ移籍。2006から07シーズンにはベルカント玉端に次ぐ、チーム2位の9得点を上げ、ブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトをはじめとする、複数のクラブからオファーを受けたが、ブチチェビッチと彼の代理人は、校長を維持しさらに得点を重ねれば、ドイツ国内のトップクラブへも移籍できると考え、これらのオファーを拒否。 しかしその直後に負傷し、結局2部の1、FC ケルンへ移籍することになった。ケルンでは、クリストフ・ダウム監督の下、一部への昇格に貢献。2008から09シーズン第27節、ボルシアドルトムント戦で、ファブリス・エレのアシストからブンデスリーガでの初得点を挙げた。2009年、セバスティアン・フライスの加入に伴い、ケルンを退団し、 イスラエルプレミアリーグのハッポエルテルアビブ FCA 遺跡。エリグットマン監督からリーダー格として大きな信頼を寄せられ先発出場を続けていたが打撲による打ち出血から深部静脈血栓症を発症したことで長期離脱を強いられた。翌2010年はギリシャスーパーリーグの栄王カバラで症状の回復を図りながらプレーを続けた。2011年2年契約で キプロスファーストディビジョンのアノルトシス・ァマグスタへ移籍したが、ロニー・レビ監督に疎まれ、半年で退団。2011から12シーズンの途中で加入したトルコ、シュペルリガのマニサス・ポルは、財政面など、クラブ状況が悪く、二部降格を期した。2012年7月より、同郷のランコ・ポ,ポポビッチが監督を務める J リーグ一部、FC 東京の練習にテスト参加し、 翌8月に加入が発表された。同月18日の J1 第22節大宮戦で初出場。早々とチームにフィットし、J1 第25節清水戦で初得点を挙げると、その後すべて途中出場ながら6得点を上げ得点率でリーグ1位となるなど、スーパーサブとして活躍した。2013年は人体損傷による離脱などによる出遅れにより、 得点ペースを落としたが、ポポビッチからは、相手ゴール前での冷静さとミスを恐れない姿勢を高く評価されていた。同年限りで退団。その後一年強の間無所属でいたが、2015年にインドネシアスーパーリーグ PSM マカッサルにおいて、外国籍選手のセレクションに参加。ストライカーとして認められ同クラブに加入。 しかしフィファによる制裁でリーグ戦が休止となったため帰国。2016年ユーロビーチサッカーカップに臨むビーチサッカーセルビア代表に選出。また同年のユーロビーチサッカーリーグではモルドバ戦及びカザフスタン戦でハットトリックを上げるなど得点源としてチームを牽引した。マニサスポル所属時ありがとうございます。